巨神巨誠は、五漢時代の儒学者、文字学者、元沖の父、最古の仏種別漢字辞典、説問会人の作者として知られる。五漢書自林伝によると、生は元、名は新、字は宿へ。序南軍飯料兼の人、継承を広く学び、柿から古文学を受けた。古文経学の親の一人、バトールは常に彼を尊敬していたという、世に、 五教無双の巨宿へと称せられた。助南軍の構想となり、高連で中央に挙げられ、大井南合採州、県県庁を任じられた。五干書の記載は、簡単すぎて、生卒年などはわからない。玄加人氏は、五干書南蛮西南予備ス列伝に、官邸の時に、陰鎮が巨神と、大笹ぐに学んだとあることから、この頃まで生きていたと考え、また、 説問会事序が書かれた100年に少なくとも30歳には達していたはずだとして、明帝の永平年間の生まれと考えた。東方もこれに同意した。著書に、御教諭義、説問会事、Y 難を取り列かん子がある。御教諭義は古文学の立場から計画を論じたものだが、後に提言は、御教諭義を反駁して、白語教諭義を表している。説問会事は、 現在に伝わっており、ワイナンウォートリレツカンコも、原稿本、ワイナンコの中21ペのうち8篇に採用されている。故郷意義は散逸したが、真の陳述記によって秀逸された故郷異義書章がある。ありがとうございます。